はいどうも、山木です。えー、っと、二日、二日ばっかり休んじゃいましたね。まあ、ネットと切れてちょっとぼーっとしてましたね。んで、えー、っと、まず業務連絡は、RV の方は、残念ながらまだ、Tier 4B の予約の電話番号は来てないですね。まあ、いずれは来るんでしょうけどね。 という感じかななんでしょうね。なんか、RV の前に世界経済のクラッシュが必要じゃないかみたいな話もちらっと上がってきてますけど、まあでも RV かかんないわけはないと思うんで、まあ時間の問題なんじゃないかなと思ってます。っていう感じだね。えっ、ー、と、あと、12月の2日3日は、 えっと、忘年会なんですけど、まだね、確認してないんですけど、まあ、そろそろ、まあ、キャンセル待ち対応ぐらいで、いっぱいになってるかなぐらいの感じだと思います。で、えっ、ー、と、川崎、えっ、ー、と、川崎平間の方が、えっ、ー、と、11月23日なんですけど、こっちがね、まだ若干目、まだ秋があるようです。 んで、川崎平間の、えっ、ー、とね、これ南部線って言ったかな。で、えっ、ー、と、駅から2、3分ぐらいちとかな、歩くのが。の、えっ、ー、とね、場所はナイトスポット7っていう、あの、7ってのがセセブンブン数字のセセブンブンで7っていうところで、えっ、ー、と、12時半受付開始であ、13時から、 16時30分が一部っていう感じです。で、えっ、ー、と、そこから18時までは、今度はフリータイムで、あのー、ここね、飲み放題、食べ放題なので、まあ、つまみながら飲みながら皆さんでお話ししましょうよっていう感じですね。で、えっ、ー、とね、申し込み先が、うんと、この辺にもう一回書いときますね。 えっと、かよきものリメイクサロンっていうところが主催です。の代表が小山さんっていう方で、えっ、ー、と、この番号にショートメールを送ってほしいみたいなんです。ショートメールで申し込んでくださいっていうことで、あのー、直接電話じゃなくて、ショートメールでお願いしますね。で、えっ、ー、と、番号が090-6040-4130 で、お名前と住所と、えっ、ー、と、まあ、電話番号はこれでわかるんで、あと男性、女性の別と、あと年齢を書いて、ショートメールで申し込んでくださいっていうことでした。で、えっ、ー、と、参加費が8000円で、飲み放題、食べ放題で、えっ、ー、と、当日、えっと、ショートメールを送ると、振込先の連絡が、 小山さんから来ると思います。で、そちらの方に振り込んでいただいて、えっ、ー、と、予約が確定っていう感じになります。ので、あと若干名、ぜひよろしくお願いします。というとこで、まあ、業務連絡はこんなもんですかね。ほんで、えっ、ー、とね、今日は、あの、この間、えー、いつでしたかね、半月ぐらい前かな、あの、正元さんっていうね、あの、ペンキ画家の方、 アフリカ、タンザニアの文字村っていうところで、その日本人とチャネルリングしてたシャーマンの話っていうのをね、まあ、ご紹介したんで、で、彼氏が、あのー、俺、俺ね、YouTube でチャンネル登録してんのがね、500超えてます。あの、ちょっと異常ですよね。 あのー、ほとんどね、昼間ずーっと YouTube かけっぱなしな感じですよ、仕事中とかね。で、その中の、あの、トーランド V ロンさんっていうね、あのーえー、なんでしょうね、いろんな歴史ネタだったり、あと、なんつうのかな、あのー、ま、あ都市伝説っぽい話もあれば、歴史を、 なんか深掘りしてた話とかね、結構あの、面白い動画いろいろ載っけてくれてるんで、で、俺はチャンネル登録して、そこはちょくちょく見に行ってるとこなんですけど、まあ、そこでね、あの、正元さんをインタビューしてくれてたんで、まあ、その話もね、面白いんで、あの、下に説明欄のとこに貼っときますね。で、ぜひあの、で、トーランド Vlog さんもね、あの、 おそらく、俺のこんな話興味持って聞くぐらいだったら、面白く見れると思います。多分、ご存知の方も多いんじゃないでしょうかね。えー、まあ、あのー、一応貼っときますね。ぜ、え、ひ、ー、是非見てみてください。あのー、やっぱね、これ、なんですかね、アフリカ、タンザニアの文樹村ってね、なんで日本人、 の、そういう話が、そこにあるのか、っていうことも不思議なんですけど、でね、なんか、少年さんが言う言葉の一個一個がね、なんか、もっともだなってね、<laughs> あの、<laughs> もっともです、すいません、<laughs> みたいなね、あ <laughs> んよ本当に忘れちゃってるんだろうなっていうね、そういう心持ちを持ってたら、もっとなんかね、 素敵に生きられるんじゃないかなっていうね。なんかそんな感じがするんですよ。だからぜひ、ぜひね、あの、小源さんの言葉をもう一回聞いてみてください。で、トーランド Vlog さんもね、いろんな面白いことやってるんで、ぜひ、あの、他の番組なんかもね、ぜひ見てみてください。だからね、あの、NDA くらってる間、 文珠村行ってみようかなとかね。<laughs> 思ってんのよどでも、アフリカって、なんか体力的にきついかなとも思うんでね。メイドベッドで若返ってから行っちゃおうかな、みたいな気分で今はいました。え、行ってみたいですよね。文珠村。タンザニアはね、あの、昔俺岡山行った時に、 岡山であの、まあ、ライブやったりするんですよ。その歴史公演、中世夢が原っていう歴史公演だったんですけど、そこでね、タンザニアの、あの、バガモヨ音楽大学っていうところの教授でね、ザオセっていうあの、なんだろ色の声を持つとか、あと、親指ピアノってあの、カリンバとかイリンバとか言われるんですけど、それの、 まあ教授ですよ。ほんで、その彼氏のライブをやったことあってね。で、あの時はね、岡山の、岡山の女性で、なんかね、なんか、バガモヨ音楽大学に踊りで留学して、踊りを学びに行ってたのかな。で、その彼女の縁で、まあ、日本でライブをやるってことになって、 んで、岡山市内と、あと、その美声町、俺が住んでた美声町っていうところの中世夢原っていうところでライブやったんですけど、あのね、ザオセって、あの、歌うときはかっこいいんですよ。あの、鳥の羽とかね、ここにパーンと立ててね。で、こう、肩揺すりながらね。で、その親指ピアノっての大きいんですよ、結構ね。で、これの後ろ側に、あの、コインを、あの、ぶら下げといてね。 で、これ、揺すると、そのコインが、カンカン、当たってくんですよ。それで、リズム取りながら、その親指ピアノで、で、肩の羽根揺すりながらね、かっこいいんですよ、これがね。で、えっ、ー、と、ドラムと、木筋と、あと、ドラムと木琴と、あとドラムと木琴とあと何着てましたかね。でなんかね、4人ぐらいで、やってくれたんですよ。 で、あのー、岡山、岡山市内でリハーサルやるっていうんで、で、俺そのセッティング、ね、ステージセッティングとかでどういうこと必要になるかなっていう野外でやるのにね。まあ、それも含めて下見でそのリハーサル岡山に見に行ったんです。で、その時にね、あのー、俺人のオーラって見えたってのがその時初めてでしたね。<laughs> あのね、 ザオセがステージで、まあ、ステージもあのリハーサルなんで、まあ明るくはなってるけど、本来のスポットでバーンと当たってる明かりじゃないんですよ。ほんのり薄暗いような感じでね。その中でザオセ動くとね、紫色のなんかね、光がこう一緒に動いてんですよ。で、あれ、これがオーラってやつって思ったんですけど、 でもね、その後は見えたことないんですね。その一回だけです。本当にね、俺いろんなことは経験はするんですよ。なんかね、瞑想中に光に包まれてみたり、なんか竜を見てみたりね。でだけど再現性がないんですよ。全部一回、一回そういうことは経験があるみたいなね。 だから再現性がないんでね、本当にあの、だから霊感はあるとは思います。だけど、それを能力として使えないから霊能者ではないです。と言ってます。だからね、何な,なんでしょうね。かなりね、いろんな経験はあるんですよ。一回ごっきりのね。<laughs> なんですかね、これね。あの、だ いろんな人の話聞いてて、あわかるわかるっていう感覚はあるんですけど、だけども、じゃあ、だったらそれが何なんだっていうと、何でもないんですね、これがね <laughs>、うん。まあ、ほんで、ザオセと一緒に、まあ、ダンサーも何人か来てて、で、まあ、女性が、まあ、ダンサーで踊って、まあ、お囃子みたいなのも、 声かける感じでねで、どんな内容を歌ってんのって聞いたらなんかさあ今日も日が暮れるんで家でなんか <laughs> 煙が上がって晩ご飯作ってるからお家に帰ろうみたいなねなんかねのほーんとした感じのいい感じなんですよ。ねそのタンザニアのにある文字村って 何か言ってみたいですねなんか昔の日本人の感覚にひょっとしたら出会えるのかもしんないですよねまあ今日はそんなとこの話でしたじゃあ興味があったら是非また遊びに来てくださいねじゃまたね